あの札幌プラザ 2.5 札幌プラザっていうところでやったんですよ。はい、そこでやりましたね。で完売ってなったんや。北海道完売をマジかってなって、よっしゃ思って、これねどんなとこやと思って調べたら、キャッパがもう376やったんですよ。376北海道で割と早めに完売するって、これ来てんじゃん俺らみたいな。ねえ、ねえ。ほんでそのこの前その漫才の殿堂っていうのでがあって、で北海道行った時にね、はい、そのエリア社員も来てたんですけど、うん、まあ、今回の僕らの北海道の単独を担当してる ね方が来てたんですけど、あのもうその時にもう分かってたらしいんですよ、実は違うというのをね、本当はその376のとこ、うん、検索したらほんまにその376しか出えへんねん、その劇場名で。せやけどもその地下にそのショーホールっていうのがあったらしく、検索してもなかなか出てこへんけど、そっちやったっていうのを分かっててんけど、俺がもうむちゃくちゃ喜んでたらしくて、よう言わんかってんで、だからほんまにそのマネージャー経由で、ちょっとヨハスさんめっちゃ喜んではってさ、376完売した言うて、でもその来てる社員さんにみんなに言うてて、大したもんやとか言って、もうデレデレしてはったから、もうよう言わんかってんけど言うて、ちょっとあの実は言うて、下の方にもう一個あって言うて、150円でキャパが。そうで、俺もいや言うても376ちゃうんかとか思ってんけど、うん、ちゃんと150でしたね、うん、そうやね、地下の150でしたけど、まあでもあの完売はしましたんでね、それでも、うん、まあ、その取り返すようかのようかわからんけど、はいはい、それでもいや大したもんやって、いやすごい、なかなか生まれませんよって言ってたよ。誰が？北海道の社員さんね。北海道の社員さんが、社員さんね、気ぃ使てんねん、そんなもん、ね、お前、うん、あの北海道の社員さんあれらしいで、なかなか漫才の殿堂あと一組誰するかってなった時にプラスマイナスって候補上がってんけど、うん、最後まで拒んでたらしいで、あれマジか